NCT、2020年ツイッターで最も言及された K-POP 歌手2位に。GOT7JB、YouTube チャンネル JAEBOMLIM を開設。1日でチャンネル登録者数40万人以上。俳優ナムヨンス&ヨジャアイドルミヨン、M カウントダウンの新 MC に抜擢。映画ミナリ、ゴールデングローブ賞の外国語映画賞候補に確定。ユンヨジョンの助演女優賞、作品賞、監督賞へのノミネートは実らず。アカデミー賞の前哨戦として注目されるアメリカの授賞式。虚民、15年前のカンナム語大オルちゃん時代の写真を大公開。キワールド復活のニュースをキャプチャーしよう、と反応。キワールドは2000年代初期に韓国で流行っていた SNS。共に民主党の代表イナギョンウジの代表室公式ツイッターでヨジャアイドルを応援していて話題に。ああ、番組でのインタビューを終えて出てきたらこんな幸運が。すごく素敵なヨジャアイドル、いつも応援しています。ミヨンプラスミンニファイト。大金中 SBS8 ニュースを終えてミヨンミンニナギョン。ヒョナの破格的衣装のブランドが韓国で話題。新曲 I am not cool のミュージックビデオやステージで着用している露出度の高い衣装。中国のデザイナールイゾーが2019年にローンチしたファッションブランドルイの商品。価格はボディスーツが498ドル、ストッキングが263ドル。